JPX のウェブサイトを通じまして上場会社の皆様による新市場区分の選択結果を公表いたしました現在の市場区分は三つの新しい市場区分すなわちプライム市場スタンダード市場そしてグロース市場に再編されることになります東証で上場会社による新市場区分の選択結果が公表されました この選択が今後の企業市場価値にどう影響するのか専門家とともに徹底解説します東渉再編日本株は開花。 えー、昨日11日、東京証券取引所は新市場区分の一覧を発表しました。それを受けて、市場はどう反応したのか、そして4月4日のスタートに向けてどんな動きがあるのか、専門家を迎えて生放送で解説します。では、早速今日のゲストをご紹介しましょう。えー、株式市場や企業の事情を知り尽くす。そして、この制度には大変詳しいダイア総研の政策調査部主任研究員上尾敦さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 そして今回の再編を記者クラブで徹底取材マーケット解説でもおなじみです日経クイックニュースの記者中山圭一さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします司会私日経 CNBC の直井敦氏が務めますさてまず今回行われる当初の市場区分の再編そもそもどういう目的なのかこれまでの流れを簡単に振り返ります解説この一連のシリーズで日本株は開花 の取材に奔走してます日経新聞 C の杉本明子さんです。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。4月の東証市場再編でおなじみの東証一部、二部、マザーズ、ジャスダックという市場はいずれもなくなりまして、新たにプライム市場、スタンダー,スタンダード市場、グロース市場という三つの市場に生まれ変わります。さてこの決断に至った東証の問題意識は主に三点あります。 1>, 1点目としてそれぞれの市場のコンセプトが曖昧であったという点ですそして2点目としては上場企業が継続的に企業価値を向上させる動機づけが不十分で上場が目的化したいわゆる上場ゴールといった事態も一部に招いているといったことそして3点目としてトピックス 東証株価指数の対象銘柄が東証一部全てとなっているために、流動性が低い銘柄も含まれ、指数として市場を代表するものになっていないといった3点です。そこで、この新たにできるプライム、スタンダード、グロースという市場のうち、主にプライム市場につきましては、十分な流動性、そして高いコーポレートガバナンスを の質を備えることを求めているというのが今回の全体像ですさてここまでの流れですが各企業は昨年年末までに上場したい市場区分を自ら選択し当省に申請をしていましたすべての上場企業に関する結果が昨日1月11日に当省から発表されたというわけです 結果、こちらのグラフにありますように49%に当たる1841社がプライムを選択しました一方でスタンダードは39%の1477社グロースは12%の459社となりました。というような発表が昨日あったわけです。あの今ありましたように多くの企業すでに選択した市場を表明していました。 あのそもそもサプライズってはあったんでしょうか亀尾さんからお聞きしていきます全体としての印象いかがですかそうですねもう12月昨年の12月30日までにだいたい市場一部の企業2200社ぐらいおりありますけども、ええ、1800から19社ぐらいがですねあのすでに意思表明をしていましたので、うん、そこまであのサプライズなかったんじゃないかというふうには個人的には思っておりますだいたいそんなあの意外な動きはなかったんじゃないかという話ですねそうですねはいですねあの あえてスタンダードを試乗した企業、まあ、結構もう分かっていたのもありますけど、中山さん、対象制約、ででかかったですね、はい、びっくりしてあの、日本経済新聞の北長官にもコメント載ってましたけれども、市場の方向性と一致するということだけで、これはちょっと市場関係者の間でもサプライズは大きかったかなという、受け止めを多くなっていたかと思います。ででもサプライズ多分例外的だと思うんんすね中山さん今日12日のマーケットあのちなみに相場は 多分これとは関係ななく大幅高なんですが、はい、これに関連した個別銘柄の動きってあったんですかねあのいわゆるそのです、ね、あの今までこうグ,ロースにまずグロースに移りますけれどもこの後にそにまたプライムに移行を目指すと言われている企業というのは確かに今日、地合いがすごく良かったというのもあるんですけれども、はいはい、この部分はあの全体的に買われている銘柄が多かったかなと思います、うん、今日、動きが目,目立った銘柄群例えばこんな企業があります。 そして今日ロードスター、ですねちょうど11日の、ね、発表の後にですね適時開示も出していて昨日の適時開示、はいえー、選択結果はグロース市場に区分されていますがこ,の、えー、こちらは市場変更申請中の暫定的な,的な措置であり最終的な区分選択は市場変更申請の結果が判明し第い改めて開示するという形で、まあ、まだプライム目指していますよという形のメッセージも投資家に出しているという形でした。うんあのきっと 昨日あの早速解除しているる企業もあるととうことですね逆にあの中山さん、下がった企業ってあります、はいまあ、市場の一部で,です、ね、あ,のあわよくばもしかしたらプライムに行くんではないかというふうな期待をされていた銘柄があのこちら、一覧にありますけれども今日下がったものが大きいかだと思います。 特にマクドナルドはで流動、ね、線の規模も大きいので、うん、あのプライム行くんではないかという期待がすごく大きかったのもあって、うん、そういった思惑の反動があって今日、下落したという向きも出ていました、うんまあ、ちょっと思惑的な動きもあったのかなというふうに思いますちょっと改めてあの亀井さんにお聞きしていきます、はい、結果的に東証一部企業のです、ね、8割以上プライムを選択した投資家さんの関心がちょっとあまり薄いかなという印象があります。あの さん企業の非常に詳しいと思うんですけれども、はい、こう最近、企業を見ていて、なんていうんですかね、気になった動き、目立った動き、あるいは関心、どんなことだったでしょうかそうですね、やっぱり企業さんはまあ12月30日までにいろいろ開示をされてきましたけど、かなりぎりぎりまでどこの市場にしようかっていうのは悩まれていたというのがう印象としてあります。で特にそのの上場の意義 本当に上場している意義があるのかどうかというそこから考えている企業さんもいらっしゃったりとかあ,あとはまあ市場第一部の企業ということで言いますとプライムスタンダード市場の,です、ね、あの選択した時のメリットデメリットですね、うん、そういったものを考えてです、ね、皆さんご選択を熟慮してご選択をしたという印象を持っています。なるほどこれ結構なんていうか真面目に考えて かなりまずです、ね、あのニュースとしては1800社、千八千百何社がそのままプライムへというようなニュースになっていますけどその裏側にですねかなり熟慮した企業というのは多いというふうな印象を持っています、うん、これあの本当に皆さん、そもそもこれ合格発表みたいなもんじゃなくて企業が選択するといあその結果を一覧にしたのが昨日の発表だということなんですね。 あの中山さん、記者クラブで,ですねいろんな企業の会見にも立ち会うと思うんですね、去年の秋からいろんなリリースあったと思いますま、決朝会見にも出られると思います、どんなことをやはりその選択、どのような市場を選択しますかという質問をしても、あんまりこう明確にお答えするような企業は。 あまり大きいところが少なかったですし、まあ、インサイド情報を含むということもあると思うんですけれども、うん、あの今回の決算説明会ではご説明しませんと言って私の質問をこう断られる企業も多かったという印象はなかなかこれ、神尾さん企業としても初めてのことですしその今のインサイダー情報なども含めると ちょっと言いにくいところあるのかもしれないですね。そうですね。これあの取締役会の決議が必要でしたので、その決議をする前、もうまたその開示をする前にですね、あの伝えてしまいますとこれがあの インサイダー情報の重要事実に当たってしまう可能性があるというところで、うんうん、そこのリスクを避けるために、まあノーコメントという形になったのではないかというふうに思います。ちょっとやむを得ないところもあるのかもしれません。で、もう一つカメさんにお聞きしたいんですけども、まあいろんな報道も含めてですね、えー、まあちょっと緩いんじゃないかと、そ,そのまあ八割方が一部からプライムに行って、えーえー、行きましたと、でこれずっと百社とかまあせいぜい五百社とか、えー、あの岡田さんにおっしゃってましたけども、ねうん、絞るべきだったんじゃないか、あるいは流通時家 総額で100億以上、えー、これ世界で戦うというのはちょっと難しいないかと、えー、やっぱり多いと思いますどうご覧になりますかそうですねおっしゃるようにそういった声というのは 多いいいかなとううふうに思いますし、うん、で私自身もそのこの今回の市場左辺で4月4日から新しい市場できるわけですけども、えー、短期的にです、ね、その時から流通株式あ株式時価総額が上昇するだとかですね流通量がすごく大きくなるというのは短期的にそういう影響というのは考えづらいんじゃないかなというふうに思ってますただ一方で中長期的には期待できる制度なんではないかなというふうふに思っていましてあまあ主に2点。 この上場の維持がすごく難しくなってきたということがまず1つあると思います、すはい、これは各市場ですね、はい、あともう1つはプライム市場の上場維持あ上場新規上場が非常に難しくなっていると、うん、これはあのスタンダードグロース市場の方でやはりプライムに行きたいという方というのは多いというふうに思いますので、うん、そこに行くためのバーがかなり高くなっておりますので、うん、しっかりと成長してい、うんえー、かないと、そこの 門にはくぐることができないぞということがありますので、うん、非常にあの今後の,その企業の成長また企業価値の向上に向けたものをサポートするような制度にはなっているかなというふうに思います、うん、意外とその企業に厳しいもが面があるそうです、ね、あるいは、まあえー、上場してもそ,のそれが継続的にプレッシャーがかかる面があるという指摘はすごく大事だと思います。はい さて新市場のスタートは4月4日からとなりますそれに向けてそしてそれ以降注目点どういうふうになっていくんでしょうか杉本さんお願いします、はい、次の節目としましては4月4日新市場区分に一斉に企業が移行するというイベントがあります一方で注意しておきたいのが経過措置の存在ですこれは例えば現在一部上場でプライム市場を選んだ企業が 流動性ですとか流通時価総額といった数値的な基準を満たしていない場合でも当面の間はプライム市場にとどまり続けることができるというものです具体的には基準達成のための計画を示した計画書というものを提出すればこの救済措置が受けられるということです実は昨日の発表のうち 当一部のうちおよそ3割の企業は1次判定でプライム不適合だったんですけれども昨日の公表結果を見ますと不適合だったうちの半数弱の企業296社は経過措置を使ってプライムにとどまり続けるということが分かりました東証はこの経過措置はいずれ終えるとしていますけれどもいつまで続くかこちらの期限については明らかにしていません。 経過措置が終わる段階で当落線上にある企業は再びどの市場を選ぶのかを迫られることになりますあの基準が満たしていなくても計画を出せばあプライムに行けます、残れます、そしてその計画、その計画措置がどのくらいなのかが、まあ、明示されていない、これやっぱりちょっとあんまり評判が芳しくないのに思うんですが中山さん、記者クラブでご覧になっていていかがですか。 あの昨日はあの記者クラブでも。 あのレックが東証からもあったんですけれども、ええ、そこで記者からも東証側に飛んでいた質問はやはりこのお経過措置どれぐらいあって最長ど,れ、うん、どの会社ですというかそういう細かい質問まで出ていましたし記者クラブ内に戻ってもあの記者が、ね、いろんな発言をしているのをちょっと横耳立てて聞いてみますと、ええ、あの経過措置経過措置っていう言葉がです、ね、結構飛び交っていたのでてるあのやはりそこの部分は気になあの本社と話す内容だと思うんですけれどもデスクにもちゃんと伝えながらです、ね、上の人にも伝えながら何なのか っていうことでですね、記者も説明しつつどういうことをあのもっと読者に呼びかけないといけないのかっていうことを気にしていたように思いますね。うん。あの流通時価総額の適合に向けた計画期間、これ株式流通時価総額のところで、あの当初が公表した資料なんですけれども、まあ確かに期間はバラバラで2年から3年が多いですけれども、5年以上もありまして、確か最長は10年でしたかね。山本さん、やっぱりここはなんて言うんでしょう、プレッシャーという意味では少し弱いですか。 そうですねここはやっぱりあの経過措置の期間というのはまだ当面の間というふうに当証は言っているわけですけどもこれを必ず終了させますと。 ということはまず第一に必要だと思います必ず終了させる必ず終了させるということはまず第一に大,大事ですしでその後今はちょっとコロナ禍というものもありますので、うん、コロナ禍の影響を考えるとすぐにどこまでで終わらせるってなかなかやっぱり東証も判断しづらいところがあると思いますので、えー、とはいえ、まあ、あの制度に不透明感があると企業は行動しづらくなってしまうという部分はありますので。うん とりあえずはあの経過措置の経過措置は必ず終わらせますというメッセージというのは、うん、まずは必要だというふうに思,う思いますますあ当初の判断としてはもしかしたらやむを得ないところがあったのかもしれませんけれどもあのただ亀さんご覧になってですね経過措置とかまあ計画いろんな企業それぞれ出してきていると思うんですね、はい、初めてのことであの戸惑いもあると思いますけども、ね、結構興味深いというか面白い計画なんてもあるんじゃないでしょうか。 もうデムで東証一部だと296社が出してきているので、ええ、みみみすべて見るのは難しいよって話は、はい、もちろんあると思うんですけど中には、ですねやっぱりおって目を引くものがあったりはするわけですよね。そ,その中でやっぱり、まあ、私が注目しているものにはなってしまいますけれどもそのキャッシュアロケーションというようなものを、ね、資金の使い方をですねしっかりと説明されている企業さんも出てきています、はい、こういった情報というのはあのまだ大企業でも行えていないものをですね こういったその中古型の計画書を出すような企業でもしっかりとメッセージとして出してきているというのは、うん、やはりその市場に対してはポジティブなメッセージになると思いますし、うん、ファンドマネージャー等も注目しているというところに言うと非常に有用な情報が出てきているんじゃないかなというふうに思いますファンドマネージャーから見て有用な情報もあるんではないかと、はい、中山さん、このあたりでも計画の出し方というのも企業も多分戸惑うんでしょうね。 戸惑いもあるでしょうし、その I.R. をどうしていくかっていうですね、ええ、企業ごとの対応って結構割れていると思うんですよね。もともと割れていたものが、はい、今回こういった形を出さなきゃいけないとなった時に、一斉にまあ出してまたそれをまあのまた遂行していくっていう作業を進めていくと思いますので、うん、まあそこがようやく始まったとも言えるかなとは一つは思いますね。うん、まあ確かにあの。 確かに昨のの山路社長のスピーチでも、まあ、スタート台に過ぎないんだとこれが本当にポジティブな方向に変わっていくのかといっあたりよく見ていきたいと思います。えー、さて、コマーシャルを挟んで,です、ね、再編が今後のマーケットにもたらす影響特にトピックス指数の見直しなんかも含めてです、ね、さらに掘り下げていきます。 日経スペシャル東証再編日本株は開花昨日の11日の市場区分発表を受けて生放送でお届けしていますここからは市場再編によるマーケットへの影響あるいはトピックスインデックスへの影響などについても考えていきます杉本さんお願いしますはい東証株価指数トピックスの新たなトピックスについても十月から組み替えの動きがいよいよ始まります東証一部の全銘柄を を表すのがトピックス構成銘柄これが今までの動きでしたけれどもこれが新たにプライムからもスタンダードからもトピックスに採用されるという事例があり得るということですここから3年近くをかけまして流通時価総額100億円に満たない企業は段階的にトピックスからの組入れのウェイトが減らされていくということになります そのため流通時価総額が100億円ギリギリの企業にとりましては、この先流動性を高めたり株価を上げたりするということが死活問題となります。トピックスから外されるということはインデックスファンドなどから機関投資家の投資家が投資が細り株価が下落する要因となるためです。東証一部上場企業の間でこのところ持ち合い株の解消、自社株買いや増配 株主優待の充実といった発表がこのところ相次いでいるのはそういった事情もあると思われますトピックスの組み替えは10月からさらに段階的にということなんですが これやっっぱちょっと分かりにくいポイントだと思いますので、かささみ砕いてあの解説いただきたいんですけれども、はい、このあとどんなふうに物事が進んでいくのか、簡単にまとめていたただきました、はいえー、とトピックスの見直しというのはです、ね、都合3回ありまして、すで、はい、に昨年の6月あ7月の段階で1回終わってます、はい、あとはこのあと2回あるということになりますけれども、その2回というのがいつかというと、まず。 えこちらです、ね、こっちが先ほど第1回の判定が終わったという話ですね。で第2回の判定が今年の10月で第3回の最終の判定が再来年の10月2023年10月に行われるということになります。で今の現状としてはですねこの第1回の判定が終わっていてこの流通株式時価総額は100億円超えていれば。 このトピックスから外れませんよっていうのはもう決定ですもう決まってるんですよねもう,もう外れませんはいただここで100億に行っていなかった場合この脳に入って<ー>で今年の10月第2回目の判定がありますと、はい、でここでイエスであればもうここも同じようにウェイト提言はトピックスから外れませんよという話になるそういう売り圧力もないですねない,ということですね、はい、ただ 不適合だった場合には徐々に徐々にトピックスから外れていきますよという話になります、うん、でここで重要なのがこ,こちらの第2回の判定、まあ、今年の10月に判定があるということでまだまだ先かなっていうような感じもあるんですけど、うん、実はですねこのか流通株式時価総額っていうのは流通株式数かける、ええ 株価で求められる、ええ、この2つの要素に求められるわけですけど、はいはい、これがですね事業年度末日の数字ということを使われるっていうことですね。事業年度末,尾末尾ということは3月決算であれば、はい、今年の3月の 数字3月末日の数字が使われていいくととうことになりますですので流通株式数でいうと2022年3月末日の流通株式数と、うん、もう一つ株価っていうのはじゃあいつかというと事業年度末日からの3か月間過去3か月間ということになりますので、うん、2022年1から3月の、えー、最終価格の平均値ということになります。はい、はい えっとちょっと10月から見直して段階的になのですごい先の話しかも緩やかにこということかと思ったんですが流通時価総額の算出方法を改めて算式で見るとここうういうことになります亀山さん、今おっしゃったポイントなんですけれども事業年度末以前これ3月決算だったらこの3月ですねそうですねこの3月ですねでその前の3か月間ってここれつまり今ってことです,かそうですね1から3月ということですね。今のの株価で株価その先々トピックスから外れるかどうか。そうですね 2> 第二回判定がそれで行われるということになります。これ中山さん結構今大変な時期ですね。これからあの企業の三月期の決算って始まるんですよね。十から十二月期の決算が始まるんで、まあその三月までないだとこの決算が最後のタイミングですから、こういったタイミングだとやはりその株価に影響を与える施策がまあ企業から出てくる可能性もあるかなと。うん、例えば自社株買いですとか、うん、まあ増配を。 でき,る部分できる会社があ,るかあればと思いますけれどもでそういった会社ですとか、まあ、株主還元とか、うん、あの優待を導入するとかですね、まあ、何かしらの株価不要策をです、ね、打ち出す可能性もあるのかなと、はい、特にそのいわゆるその100億円というボーダーのところなんですけれども、えー、そこの企業に注目はしてもいいのかなと今回の決算に関しては。あもうですからこれあの3月末を終わった後の決算じゃなくて産休の決算発表に合わせてどう 株価をきちっとアピールで言うかとポイントがあればポイントがあればですねかまあ確かにそういうリリースが多いような気もします、ね、これからまたもっと出てくるかも決算のタイミングに合わせて出てくる可能性もあるかなというところは注目のポイントだなと思っています、まあ、ただ企業価値って神井さん急に上がるもんじゃない、ね、だろうなと正直思うんですが、ええ、私なんかは個人的にはですねなんか ここにあわせて株主体をこう発表してですねバズって株価が上がるってそれは起用価値なんだろうかと,ちょっと思っちゃうところもあるんですが、うん、まあでもそういうことも含めて投資家にどうアピールできるのか、うん。 ではまあ大事な時期だし大事なことです,、ね、ですね。おっしゃる通りですね。あの計画書の中身を見てるのですね。I.R. 専任の I.R. 部署を新設しますみたいな話も出てきているわけで。今までなかったですか。なかったところに作りますというようなのが出てきたりしますので、はい、そういう株価自分たちの戦略っていうのをまあ株主の方に訴えていくということは非常に重要かと思います。はいあうん、まあ中山さんその。 株式数かける株価、株価を上げるって、だって業績を操作するわけにもいかないと思うんですよね基本的にはいかないと思い。いかないと思うんですよね、うん、ですけど、まあ、できることとして還元策とかあ、そういったことはあると思いますします、例えば、もしかしたらあるかなというのは、まあ、費用を抑えるとか、ですねあの今回の費用を抑えるとか、はい、そういった可能性も、まあ、なくはないのかなと。 いいいいいいううぐらいに捉えておいたがいいのかなと思いますよ、ね、まあそうですそでねこれ、長い目で見たらあのどんなふうに企業価値を上げていくかと上尾さん、やっぱりあの企業それぞれにとって改めて考え直す非常に良い機会になっているあるいはそれに関するリリースもまさに足元から出始めているということでしょうかねさて、えー、最後に皆さんの全体的な感想とか、えー、あるいは展望なんかもお聞きしていきたいんですけれども。 岩本さん、あの、はい、このシリーズを通してですね、まあ、取材に奔走しているわけです。はい、今後まだまだ奔走続くと思いますが、改めて今どんなことを感じますかはい。 まあ投資家からはです、ね、あのマイナーチェンジに過ぎなかったのではないかというような厳しい声もあるにはあるんですけれども、まあ、上場企業各社を取材している限りではです、ねまあ、どの企業も先ほど神尾さんからもありましたが上場そもそも上場している意味というのは何なんだろうかというところから取締役会でもう一から議論をしましたと。 いう企業も非常に多くてです、ね、私は、そのことにはとても意義があったのではないかなというふうに思っています。うん、また、流通時価総額100億円前後のです、ね、会社にとっては非常にこれから先もひやひやするような状況が続くんだと思うんですけれども、まあ、そういった会社も独立取締役を増やすであるとか中には、英語での開示をしないあのすることを推奨されるといったようなです、ね、非常に高いハードルがプライムに限ってはあると思いますので。 まあ、そういった会社の今後、をぜひ見ていきたいなと思いました。まだまだ見ていくべき点が、あの、たくさんあると思います。中山さん、今後、あの、取材していく上でのポイントとか、どんなところに注目してるってな、ことありますか。はい、まあ。 全体で今回の結果を見ると大きく変わらないかもしれないけれども変わるきっかけになったしこれから企業も変わっていけるんだなと思います、はい、先ほど神山さんおっしゃった IA の専門部署を作るとか、うん、あの発表される資料がこれかと変わったっていうことを見ていくこともできることになるんですねこれから、うん、まあそういったところって今回そのボーダーの100億円のところの企業は多いと思うんですけれども多く変わってくればあ数字じゃなくてし何か資料で変わってるものがあるとかそういうのを見れるのは投資家さんが 実際に見ることができるものなのでこれからそういった変わることに関して期待しています、うんあのー、これ何となくその投資取引所が少し甘かったんじゃないかみたいな話があの多いような気がするんですけどもこれ私全然取引所だけの問題ではないと思うんですね。もちろんその企業が変わらなければいけないしそれからそこをきちっと投資家が見れるかどうかってそういう意味では見てらっしゃる皆さん投資家がですね特に あの中山さんがおっしゃってるそのなんかボーダー近辺の企業ってやっぱり。 投資家の対象では必ずしもなかったりもしますよねそのです、ね、なんで個人投資家さんの方がおより多く見てる会社もあると思うのでそういったところでその愛着のある会社もあると思いますけどこの会社がこうやって IR が変わったこういう発表も変わったこうやって未来の見据えた計画が変わったってことを見れるのはもしかしたら個人投資家さんの方が先かもしれませんから、うん、そういったところは投資のチャンスでもあると思いますのでそこをくこまなく見ていくことが必要かなと考えます、うん、個人の方にとってもいろいろとあのチャンスあるいは見どころがあるんじゃないか と思います。 ささあ尾さんあのこの制度ずっと見てらっしゃると思いますけれども、まあ、まだまだと言われるところあると思うんですが上尾さんからご覧になって今後の課題とか展望とかどんなところだと思いますかそうですね、まあ、課題としては先ほど来お話が出ている経過措置っていうのをまずちゃんと終了させるっていうことは必要かと思いますし、えーはい、トピックスの見直しっていうのはまあ先ほど申し上げた3回ありますけれども、えー、その先も今これが第一フェーズだとすれば第二フェーズっていう話もございます。今後ですねトピックスの銘柄上限数を 上限を加えるとか、ですねあ,<ー>あとは入れ替えをしていくというような話もあります。はい、ですので、こういったまだ制度改革は行われていくという可能性もありますので、すぐあのそれをつぶさにあの見ていくということは非常に重要かと思いますし、うん、そういったところに投資のチャンスがあるのではないかというふうには思います、うん、投資のチャンスはまだまだあるのではないかということですね。はい、中山さんんちょっとだけすいませんあの 指数が結構変わるので簡単に皆さんに整理してお伝えしていきたいと思います4月に新しくできる指数もあるしなくなってしまう指数もありますここは皆さんご注意くださいこんな風にまとめてみました これちょっとまだ慣れるまで時間かかりそうですけどね。そうですね。その新聞の表示ですとか、どのような、まあ、あのプライム数って新しい数字もあの出てきますけど、目にするまでがちょっと定着するまでが時間かかりますし、メディア側ですとか情報,情報ベンダーもどのように扱うかってこれからまた決まっていくと思いますので、うん、そこに関してはまたもう少し注意を払って見ていく必要があるかなと思います。はい、このあたりまたあの詳しくお伝えしていきたいと思います。さて、えー、このシリーズ東証再編日本株は買いか。 次回は内外の基幹投資家が再編をどう捉えているのかそして個人投資家はどう動くのかマーケット目線から迫っていきます。